こんにちは。マーケット担当の長屋優子です。もうすぐ総選挙の投開票日ですね。まあ、なので、社内外はその話題で持ちきりなんですけれども、もう一つ今週始まる大きなイベントといえば決算発表です。まあ、今回はですね。3月期決算企業の中間決算になります。まあ、k トップが足元の業績や見通しについて語る場面も多く、非常に注目されているんです。 で今回もアナリストや運用責任者といった市場関係者に、まあ、今回の決算の注目ポイントや銘柄について取材をしました一部は23日の「ニュースモーニングサテライト」でも取り上げましたが今日は放送で取り上げられなかった点を含めて今回の決算発表の注目ポイントをお伝えしますまず今回の中間決算の基本情報をお伝えした後こちらの3つのポイントを解説します1つ目目は決算の注目ポイントです 特に経営者のどんな発言が注目されているのでしょうか2つ目は注目の銘柄です、まあ、たくさん寄せられた銘柄を見ているといくつかのテーマがありました市場関係者のコメントを交えて紹介します そして最後はほとんどの決算発表が終わる十一月十五日頃の株価です。まあ、今回の決算シーズン中には日米の選挙もあります。まあ、市場関係者はこうしたイベントを通過した後、日経平均株価がいくらになると予想しているのでしょうか。まずは今回の決算の基本についてです。今回は三月期決算の第二四半期、いわゆる中間決算、そして十二月期決算の第三四半期が発表されます。 3月決算企業の発表が相次ぐ集中日は11月8日の金曜日、その後も発表続きまして大体11月15日頃まで発表があります。ちなみにこの隣に書いてある社名っていうのは各州の主な決算発表提起業になります。ただ今回の決算発表中にはですね、注目したイベントが大きく3つあるんです。一つ目は選挙です。 まず日本の総選挙は27日に投開票が予定されています自民党の獲得議席数によっては株式市場にも影響があるかもしれませんさらに11月5日にはアメリカの大統領選挙も予定されていますこちらはどちらが勝つかに加えて同時に開催される上院選の結果も注目されているんです 特にですね。大統領、上院、下院のこれ三つがすべて共和党になる。いわゆるトリプルレッドになるかなど、まあ、結果次第で日米の株式市場や為替、金利に影響がありそうです。まあ、選挙結果を受けた株式市場の見通しについては、動画の後半でご紹介します。続いて、二つ目のイベントは、日米の金融政策決定会合です。 日銀は10月30日と31日に政策決定会合を開く予定になっていますアメリカの FRB は FOMC を開く予定です日銀の上田総裁は前回9月会合の記者会見で今時間的な余裕はあると話していましたアメリカでは堅調なアメリカ経済の動きを示す経済指標の発表が相次いでいるんですけれどもこうしたことを受けてです、ね、今円相場は円安ドル高が進んでいるんです なので日銀の上田総裁はこの時間的な余裕があるという状態が変わっていないという認識なのかそして FRB のパウエル議長は堅調なアメリカ経済を受けて利下げ姿勢を後退させるのか、まあ、こうした部分日米の中央銀行のトップの発言にマーケットが大きく反応する可能性がありそうですそして3つ目のイベントはですね11月5日に始まる東証の取引時間の延長です。 これ現在15時までの取引時間が15時半に延長されますさらにですね取引が終わる5分前にはクロージングオークションという新たな取引制度が導入されましてこれ終わり値がつくまでのプロセスが変化するんですね、まあ、この辺は近々もうさで解説予定なのでぜひご覧くださいこの変化に合わせて注意したいのが企業の決算発表の時間です これまで通り15時に決算発表すると取引時間が延長されたとというのはこれ取引時間中の発表になりますなので発表内容を受けて株価が変動する可能性が高いんですさらに市場関係者はクロージングオークションという制度の導入によって終わり値が大きく変わる可能性があるのではと指摘していました 実は今回の取引時間の見直しによって決算発表時間を変更している企業が多いんですなので今回は決算発表の日付だけでなく時間にも注意が必要になりますたくさん注意が必要なイベントがある今回の決算なんですけれども市場関係者は何を注目点に挙げたのでしょうかたくさん寄せられた回答をこちらにまとめてみました一番多かったのは経営者の発言です ただその中身を見てみると下期のビジネス環境における想定や自信度を確認したいまた経営者が外部環境がなぎでも成長プランを示せるかどうかという答えがありました。なのでこうやって見るとです、ね、明るい話題というよりは不安材料を確認したいというトーンなんですよね。これ中間決算というと通期行政競争を修正する企業が多いシーズンでもあるんですけれどもこれどの程度の企業が情報を修正するかという声もあった一方で 世界の製造業の低下傾向や円安効果の迫落中国経済の低調から上報修正する企業は少ないと見ているという厳しい声もありました、まあ、こういった発言を見ていると今回の決算は不安を払拭できるかというのが一つのポイントになりそうです不安という意味ではまあ外需企業を中心に業績を大きく左右するのが為替です 夏の第一四半期決算では円安による押し上げ効果を除いたら、実は減益だったという企業が多かったので、為替効果を除いた実力値ベースの2級の動向をチェックしたいという声もありました。また中国経済の注目度も高かったです。まあ、中国政府が景気刺激策を打ち出したことで、中国の株式市場というのは盛り上がっている一方で、実体経済が大きく回復したという話はまだ聞こえてきていません。その辺の動きを確認したいという声も多かったです。 まあこうやって見てみますとね結構今回は不安ばかりの決算になりそうです最近のトレンドはこれネガティブな決算発表の時というのはその発表によるもう株価の下落インパクトを最小限にするためか増配や自社株買いといった株主還元策を発表する企業が多いんです、まあ、特に最近は業績が好調な企業というのは追加の株主還元策を発表することが多いので何も発表がないとまあ株式市場で大きく見劣りしてしまうんですね まそのためか自社株買いの上乗せや株主還元の意欲の高まりに注目したいという声も多く寄せられましたですので企業の皆さんこういった点を意識して今回の中間決算に臨んでみてくださいさて投資家の皆さんが一番気になるのはどんな銘柄が注目されているかですよね、まあ、今回は取材に協力してくれました市場関係者15人から具体的な銘柄としてもうこうやって30社以上挙げられましたこちらがまとめた表になります。 メガバンクはま金利上昇の影響やあと損保はですね政策保有株の削減の動きとこの辺というのは注目点が分かりやすい銘柄かもしれませんその他をね全部紹介するのはちょっと大変なので今回もグループ分けをしてみましたそれがこちらになりますこちらのグループごとの注目ポイントを見てみましょうまずは分かりやすい自動車グループですトヨタ自動車、日産自動車、ホンダと日本の大手3メーカーが並びました 3社それぞれ、これ、経営環境、大きく異なるんですけれども、まず共通して注目されている点は、為替になります。まず3社の2025年3月期のドル円の想定デートを見てみましょう。こちら見てみますと、トヨタは145円、ホンダが140円、日産が155円、こうやって見るとですね、結構3社、バラバラなんですねで。ちなみにトヨタとホンダは、第1四半期決算発表の時に、従来予想を据え置いていまして、日産は円安方向に修正しました。 まあそしてですねこれ4月から9月までのドル円の平均レートを見てみますと4か6月に比べると7から9月っていうのはこれ円高が進んでいることがわかりますこうした状況が決算にどう影響するかを気にする声は多かったです また個別ではですね、トヨタはまあ不正や台風の影響で生産を停止していた期間が長かったです。まあ、こうしたところの影響を受けた下期の生産見通しや、あとハイブリッド車の販売動向に注目しているという声が寄せられました。また日産は第一四半期決算の時に業績見通しを下方修正しましたが、この点についてまあ第一四半期の時に足を引っ張ったアメリカ事業がどの程度改善しているかに注目というコメントがありました。 日産は想定為替レートを1ドル =155 円という前提で新しい業績見通しを発表していましたがこれ、中間決算でも厳しい業績となってもう万が一下方修正ということになれば今回の決算会見でも厳しい質問が相次ぐことになりそうででです。す。すす続いいてははここちららら機械メーカーカずらりと並んでいますけれれども、これらに共通するのは中国景気です。 各社の中国事業の比率というのは大体一から二割を占めていまして、まあ、重要な稼ぎ頭の一つとなっています実際に各社の株価がどうなっているのか二千二十二年年末からの動きを指数化してまとめたものがこちらになりますちょっとこれシステムの関係ですね折れ線グラフを四本までしか入れられないので日経平均株価は入れられなかったんですけれども日経平均株価に比べるとパフォーマンスが低い結果となりました まあこれ中国景気というのは去年の夏ぐらいから低迷し始めているんですけれども各社の足元の株価というのはこの去年の夏を下回っていることが分かります。なので市場関係者からもですね例えば、大金については中国やヨーロッパ向けビジネスに対する懸念の根強さから株価は低迷しているが両地域の先行きに明るさが見られれば株価反転のきっかけになるというコメントが寄せられました。 実は中国景気に関してはですねすでに決算を発表した安川電機がですね上半期の中国景気の想定以上の低迷を受けて二十五年二月期の通期の売上収益と営業利益の予想を下方修正しましたこの予想の中に中国の景気刺激策の効果は入れていないと話していますなので今週から始まる決算シーズンでこの中国で設備投資が動き出すなど新たな材料があればこれ中国関連株には追い風になりそうです